渡辺和美は神奈川県出身のクレー射撃選手。1992年バルセロナオリンピッククレー、射撃トラップ銀メダリスト。1980年モスクワオリンピックの日本選手団に選考されるもアフガニスタン紛争の影響により日本が大会不参加を決めたことで不出場に終わる。続く1984年ロサンゼルスオリンピックではクレー射撃トラップにて 総合11位。1988年、ソウルオリンピッククレー射撃トラップでは、総合6位と着実に順位を伸ばしていった。自身3度目の五輪参加となる1992年、バルセロナオリンピック、8月2日のスペイン森へと、五輪射撃場でのトラップ決勝ラウンドにて、渡辺は20歳年下のジェコスロバキアのペトル、フルズリチカと共に、同点1位となり、 サドンデスのシュートオフに進出したが、2番車台にて、左に切れたクレーを、出中したことでフルドリ地下に敗れ、銀メダルとなった。この時の使用銃は、日本製のミロク 5000T。敗れたものの、渡辺は、アジア人男性史上初のクレー射撃での、メダル獲得の快挙に、愛銃を手にガッツポーズで喜びを表した。44歳でのメダル獲得は、バルセロナオリンピック。 日本選手団での最高齢記録。渡辺の活躍は2012年現在まで日本人がオリンピックのクレー射撃でメダルを獲得した唯一の実績となっている。1996年8月2日、多発性骨髄腫のため死去。アトランタオリンピックの開催期間中であり、バルセロナで銀メダルを獲得した日が明日となった。現在、 神奈川県立伊勢原射撃場に渡辺の生前の功績を記した記念碑が残されている。客中注釈通常1枚あたり2発射撃可能なトラップ競技において1枚1発の射撃しか許されず、出中した時点で敗退となる特別ルール。アジア人全体では7月28日のスキートにて金メダルを獲得した中国の長山が史上初で 渡辺は二人目となる。同時に国産三段銃がメダルを獲得した初の事例でもある。ありがとうございます。